テイトヒコは、大韓民国の官僚、政治人、歌手。32代ソウル特別市長及び17代大統領の、リアキヒロの最側近の一人でもある。彼の親戚であり、彼を政界に入門させた、テイナリタは、韓国の民主党系の政治家として活動した。2000年、ソウル西大文句で、国会議員に出馬したが落選して、うつ病で病院に入院した。 この時、病院を訪問した李明弘によって抜擢され、ハンナラ党とセヌリ党で活動した。2000年から2003年ソウル特別市の政務、副市長、2004年以降、17から19代、韓国国会議員である。2016年に行われた第20代総選挙で落選。落選後は、テレビ番組に保守系の論客として出演して、活躍している。 また、2018年12月には、ソウル朝浦区で日本料理店を出店した。2019年7月12日に CBS ラジオのニュース小番組に出演し、日韓の対立について、チキンゲームに進んではならないのに、正解でチキンゲームに仕切りに追い込もうとする人たちがいて、心配、乗用車とトラックが互いに向かい合って走っているのに、どっちの被害が大きいだろうか、 日本と韓国の対立では、経済規模の小さいが被害を受けると指摘した。国産品が必ず日本の機械で作られていることから、韓国の日本製品不買運動や、反日扇動を批判している。逆に、対日関係において、韓国国内の反日国民世論よりも、韓国の対極的な国益を優先した、近代中大統領を高く評価し、 ロブゲン大統領を人の話は聞かないが、人の話を実行する融通が聞く人としている。逆に、ムンジェイン大統領を傾聴するが自分の考えを実行する融通が聞かない人と批判している。テレビ番組の司会を務めるなど、テレビやラジオなどで活発に活動していたが、同月16日午後に、ソウル市内の公園付近で遺体で見つかった。自宅に遺書があったという。 AB、A. B. 2007年4月3日11、200、09、09、17、日本料理店を出した元野党議員、文政府、ロブゲンでない僕ね第2期、中央日報、2019年1月11日閲覧。AB、日本料理店を出した元野党議員、文政府、ロブゲンでない僕ね第2期、ジュングエレボ中央日報、 s.japanese.joins.com2019 年7月16日へ閲覧帝都彦元議員日本製品不買に反対日本がなければ国産品作れないヤフーニュース2019年7月16日へ閲覧李元大統領側近の全国会議員が遺体で発見韓国社会文化韓国ドラマ韓流ドラマ韓国芸能なら ワウコリア www.wowkorea.jp 二千十九年七月十六日閲覧ありがとうございます。